ですね、注意点っていうのがあります。ベビーカーで乗ってる赤ちゃんもやっぱこうやって扇風機で風を当ててあげることで涼しく感じられたりするので、まあこれはすでにやられてる方も多いかなと思います。ただ実はですね、意外と知られてない注意点というのがあります。これを間違えると危険な使い方になってしまう可能性があるんですけれども、皆さんそう言われて何のことだかピンときますか？それはハンディファンを取り付ける向きです。赤ちゃんが乗っている手すり側取り付けたくなるんですけれども、地面からの照り返しの空気熱いです。その温められた熱を赤ちゃんに直接当ててしまうことになって熱風をかけてしまうことになるんですね。そうならないように赤ちゃんに風を直接当てる場合は、親の押すところの持ち手、ベビーカーの持ち手だったりとか、あとフードの上の部分、窓の部分とかから風を流してあげるように気をつけてあげてください。